あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。すごい、さすがは本間のおじさんね。何が何が、あ、てかあれ、昨日ちらっと相談しただけなのに一晩でこんな機械を作っちゃうなんて。いやー、こんなのちょいっと電話を改造しただけだよ。本間さんが作ったんや。ま、ちょいっと徹夜もしたけど。褒めて褒めてって感じ。あ、おはよう、あいなちゃん。見て見て、この電話機。本間さんが作ってくれたの。これを使えば、いつでも営業の電話をかけられるんだけど。はい、じゃあ本間さん。もう一度、あいなちゃんにこの電話機のことを説明してあげて。ふんふん。おはよう、あいなさん。ん？あの電話、まばたきをする。いやね、昨日の夜、たくみちゃんに積極的に営業活動をやっていきたいと相談を受けて、ふんふん。それで、こちらの電話機、名付けてアミーボフォンを作ってみたというわけです。お、パチ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 。ほんとや、アミーボのマーク入っとるね。そして、このアミーボフォンが普通の電話機と違うところ、それは、それは、うん、同じタイミングで言った。動物の森アミーボカードさえあれば、連絡先を知らないお客様にも電話をかけて売り込みができるのです。連絡先を知らんのにお客さんに電話。恐怖やん。ねえ、誰って感じ。動物の森アミーボカードを1枚も持っていなければ？それは普通に使えないだけじゃないのか？しまった、そこまで考えてなかった。ですね。そう。なになに？そういう場合は電話がかけられない仕組みになっているのですよ。普通。要するに、間違い電話をかけてしまう心配がない画期的な電話なのです。キラッ。すげえどやったけど。あれ？冷静に考えたら微妙？たくみさんそこ言っちゃダメだよ。その顔。あゆなちゃん、とにかくそういうわけで。動物の森アミーボカードを持ってたら、このアミーボフォンでじゃんじゃん仕事を取ってちょうだいね。ふんふん。あとそれとね。あゆなちゃんが今まで新規のお客様の仕事だけをやってもらっていたけど、これからはこれまで担当したお客様に、建て替えや別の土地に新築する提案もしてもらっていいわよ。建て替えや別の土地に新築？それは余計なお世話では。ね、そんなの不動産会社しか儲からないよ。アミーボフォン、街での勧誘、お客様のお宅へ伺ってのご提案。方法や内容は任せるから、今日もおうち作りの仕事を一件引き受けてきてちょうだい。じゃ、今日も張り切っていきましょう。おー。ってことで、お、アミーボフォンが使えるようになりました。動物の森アミーボカードを使えば、カードのキャラクターの部屋をコーディネートできます。カードをお持ちの方はぜひご利用くださいね。ってことだけど、それは後日ということで、今日はまた普通に行きましょうか。てかあれだね、タヌキハウジングで一回頼んでしまったら、今度から急に訪ねてきたりしてさ、どうですか新築は。新築に移りません？みたいなこと言われるの。うざいね。シックで品の良い家具を揃えて落ち着いた暮らしがしたいわ。ふんふん。アニマル柄の服だけを扱うアパレルショップを開きたーい。おう、私好みじゃないか。アニマル柄、良いね。あ、ウェンディーじゃん、ちょっと。ね。ウェンディーだよ。家をファストフード風にして、ダチの溜まり場に。おや、あんた、たぬきなんとかってところの人かい？そうだよ。そして店長。店長じゃねえわ。村長だよ。ファスト、希望イメージファストフード店。ウェンディー。うちの新しい家を建ててくんないかな、ダポテ。うん、お任せください。頑張りよ。ずっと知ってる子だからね。そうかい？じゃあ早速始めちまおうよ、ダポテ。イェイ。では、ウェンディ様、これから実際にお家のプランニングを進めていきますね。アミナちゃん、お客様のイメージに合いそうな土地を選んでちょうだい。ファストフード店。でも水のある場所ってイメージじゃないな。街中のイメージだけど。どう？その辺どうよ。ね、なにこれ、超池あるんだけど。あ、でもあれだね、浜辺っていうのもいい手だけど。なんかちょっと、海の家的な。何これ。雪積もってるけど。街中。普通に街中。うん、普通に街中にしとこっか。はい、決定。
それではウェンディ様、このプランをベースに現地でコーディネートしましょう。ニコニコしとる。さあアイナちゃん、ウェンディ様を現地にお連れして、あとはお願いね。パチ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 、手叩けてないよ、届いてないよ。家ちっさ。どんな家になるのかね、めっちゃ楽しみだよ。タポテなるのかねっておばあちゃんじゃん。任せて。ファストフード店。とりあえず、とりあえずは家の外観どんな感じがいいかな。カントリー系てか、なんでこれさ、いつもさ5番目から始まってんの。小さい、中くらい、ファストフードでしょ。こんな感じ、なんかこういう感じありそうじゃない。あ、ファストフード、アメリカのっていう意味だけど、うん、外国的な感じ。でもこんな感じかなーっていうイメージ、勝手な。うん、こんな感じで、屋根ウェンディーだからね。うん、このオレンジで全然いいと思う。ちょっと待って、黄色どうかした。オレンジ、赤レンガ、ポップに行く。んで、なんかね、ポップな感じ。茶色いレンガ。うん、こんな感じ。あ、待って、扉まだ決めてないの。扉。扉は、どんな感じかな？白系？白い窓付き。あ、これで。んで、周りは、横板の柵。てか、なんか牧場っぽくなったような気がする。気のせいかな。ラティス。あー、それはそれでなんかいいかもしれないが。ね、なんか、赤いレンガ。レンガは違うかな。竹はもっと違うね。お菓子。違う。メルヘン違うね。ラティスかな。この辺も、豪華なフェンス。ラティスで行こう。んで、次に、あれっていうかあれだな。外には、あ、最低限置いてほしいものとかは別にないわけだね。なるほど。ファストフード店みたいにやろ？テーブル、テーブル。これは？銀縁ミニテーブル。でも外やけんさ、もうちょっとなんか、なんていうん？パイン材。パイン材。ラブリーテーブル。こういうののもっとね、色違いが違うけど、なんかこれね、ビビッとすぎるでしょ、色。これはね、これででかいんだよね。こんなん。あー、でも、どうだろう。こんな感じ？なんかこの辺とかに、こう、置いて、で、なんかもう一個、こう、置いて、でもなんかな、こう、これ、こういう感じ？てか、あ、家の位置ずらせるじゃん。ね、ずらせるじゃないか。ってことは、ちょっと狭いなと思ったんだよね。こういう感じ？で、ちょっと全体的に見せて。で、椅子。椅子も、パイン材の、これだね。これを、どれぐらいいる？とりあえず4つ出しといて。ね、とりあえず4つ出して、こういう感じで置くでしょ？こういう感じで置くでしょ。あ、ここ通れないな。ん？通れる？あ、なんとか通れる。通れなかった。ってことはもうちょっとこれを、一個ずつぐらいずらして。あ、でもこれ向き揃えた方がいいか。ってことでこっちに置いて、こういう感じかな？
で、置いといて、屋台みたいなあったらいいんやけど、なんか外でもさ、何かしら、明かり、おぉ、いっぱい。マガジンラック。マガジンラック違う。ハムスターのカゴ。あ、クズカゴ。クズカゴ置いとこうね。クズカゴいるかな、まあ、とりあえず、なんかこの辺。違うね。家の影とかに置いとったんでいっか。この辺かな。違う、端っこの方に置いとこっか。じゃあね、燃えるゴミと燃えないゴミね。はい。んで、あとは、あ、植物か。植物どうする？赤。赤系。あ、でもなんかね、こういうイメージがあるけど。あ、それぞれの、どうしようかな。ガーベラ。なんかぽくない？真ん中に置いて。んーで、あとはもう一個。ひまわり。あ、好きだった？好きだった？はい、ここに置く。でしょ？で、あとは、なんかちょっとデカめのカカオ。カカオ、どうだろう。カカオ。んで、もう一個、カカオ。を出して、なんかちょっとこう、入り口の、間違えた。入り口の両端に置いといて。んで、あとは、なにこれ、なんか増えとるよ。テニスラケット。この辺、あ、食べ物系。フィッシュ&チップス。おー、すげえ。これは？ハンバーガーセット。おー。いいねー。ランチプレート。こっちの方は？フルーツは別に増えてないんか。じゃあ、ハンバーガーセット。を。じゃあ、この辺で。食べてる風。こんな感じかな？いや、花邪魔か。なんかこういうものを置いたら邪魔だね。んで、こっちは、フィッシュ&チップス。拍手いただきましたよ。んで、ひまわりのけて、ちょっとね、こう、フィッシュ&チップス。置いて、あとは、ソフトドリンクを、こう、飲んでる人がいて、んで、あとは、コーヒーを飲んでる人がいると。こう、ちょっとアップで寄ったら、待ってね、方向。あ、テーブルごと回しちゃったよ。ちょっと待って。これで、こんな感じ。んで、フィッシュ&チップス方向合ってるかな？まあ、合ってるかな？うん、オッケーオッケー。こんな感じ。んで、あとは、これは？何これ？ダストコーナー。あ、これ、マックのダストコーナーじゃん。ね。どうだろうなぁ。木生やそうか。一本ちょっと、小さいヤシの木、実のないヤシの木。実のあるヤシの木はないじゃん。ね。じゃあ、実のないヤシの木。へい、でか。ちょっと端っこの方にこう生やしといて。んで、小さいのも2個ぐらい。これ。そしてもう1個。よいしょ。で、これこの辺にちょっと。ね、置いといて。でもこの辺やっぱ邪魔だね。抜けておこう。
でもちょっとこれあれか、シンプルすぎるというか、少ないよね、もの。ちょっとすっかすかな気が。あとなんかね、色味が足りない。この辺、ヤシの木とかじゃなくって、花壇にしよっかな。花壇どこにあったっけ、どの辺。あったあった、これこれこれ、これをこう置いて、これでこの列埋めれるかな。あー、隙間が足りんのか。ってことは、ちょっとこれを寄せて、端っこの方で揃えて、で、こっち側にも同じように、これを増やしてきて、で、花を、単体の花を、どこだ？あっちか。木のとこかな。あ、この辺、この辺。なんかちょっとこの辺の白いバラ、なんかちょっと元気系、黄色いパンジー、ちょっとウェンディーっぽくない？なんかなんとなく。ってことで、これをこの辺に植えておいて、んで、あー、ちょっとあれかな、石畳とか欲しいんよね。さっき丸いラグを引いた時にはいらんかったんやけど、これ。あるやん。石畳 S。お、ファサッと。どうだこれ。方向的にはこういう感じ。で、ここにも行きたいけん、ちょいずらすか。とりあえずずらしといて。で、これ同じのを、どう？こういう感じで置いといて。で、もう一個、椅子出しちゃったわ。このラグをもう一個。間違えた。花壇の向きが逆に。んで、あれ。これを、こう、あれ？はみ出すな。ってことは、これをもうちょっと寄せて、で、この辺、こういうことか。はい、オッケーオッケー。で、この辺、もうちょっとこう、違う。どの辺？この辺かな？に置いて、あれ、狭。もうちょっと上か。んで、この辺行って、あ、こんな感じ？こっち通れ、通れるっちゃ通れる。まあ、こっち別にひっついててもいいか。んで、こっち側にも、違う。こっち側にも、同じ、テーブルを、これね、パイン材のテーブルをこう置いて、あー、間違えた。こう置いて、で、椅子を、あ、さっきの椅子避けとくだけでよかったな。結局いるんじゃん。だからこの辺にまた椅子を並べてね、こう、間違えた。タッチタッチ。これで、こんな感じ？こんな感じなんかな。で、いい、と、思われます。こんな感じ。ほい。ってことで、次は家の中だね。
だけど、あ、そうだそうだ。ちょっと待って、閉めよったもうちょっとで。テーブルの上。上ね、こっちにも何かしら。この辺があったっけ。そうそう、これこれこれ。ティーセット、パンケース、シュガー&ミルク。お弁当、お弁当、うん。ランチパーク。を置いといて。この子は持ち込みかな。んで。ティーセット。優雅。こんな感じ。で、ま、外は完成。ということでいいでしょう。ってことなんで、次は、中をやっていきたいと思いますけど、今回はこの辺で締めたいと思います。一旦ね。はい、ということで、今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと言ってくだされば、こちらからもフォローを返したいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ファストフード店みたいな家って言われてもね。